エリフ・トムソンは電気工学者で発明家であり、アメリカ合衆国、イギリス、フランスでの電気関連の大企業の創業者として知られている。1853年3月29日、マンチェスターで生まれたが、1858年には一家でフィラデルフィアに移った。1880年、エドウィン・ジェイ・ヒューストンと共にトムソン・ヒューストンを創業。 1892年、同社がエジソン総合電気社と合併し、ゼネラルエレクトリック社となった。トムソンの名は他にも、ブリティッシュ・トムソン、ヒューストン・カンパニー、フランスのトムソン社やアルストム社の社名に残っている。トムソンが創業した会社は、イギリスのゼネラルエレクトリック・カンパニーの歴史や、フランスのコンパニーゼネロレイ・ディ・エラクトリステの歴史にも関わっている。トムソンは、 多彩な発明家であり、700以上の特許を取得している。例えば、電力量計に使われている、電磁誘導式電力計を発明している。トムソンは1909年、過去30年間の電気に関する科学、工学、技術における賞賛に値する業績に対して、第1回の IA エジソンメダルを受賞した。皮肉なことに、 トムソンとヒューストンは1877年から1878年頃、エジソンとの間で、電磁波がエーテルを倍出としているかどうかについて、激しい論戦を戦わせたことがある。トムソンは、国際電気標準会議の創立メンバーの一人でも、あり、二代目の会長を務めた。1920年から1923年まで、マサチューセッツ工科大学の学長を務めた。 トムソンはマサチューセッツ州スワンプスコットの自宅で亡くなった。その自宅は1976年にアメリカが衆国国定歴史建造物に選ばれている。X 線は発見当初、科学的にも一般的にも単にのんに物珍しがられただけで健康被害があることは知られていなかった。しかしトムソンは当初から X 線などの放射線に危険があることを 確信していた数少ない物理学者の一人であった。1896年、トムソンは意図的に1日20分だけ X 線を左手の小指に当てるという実験を数日間行った。その結果生じたことは、トムソンらには危険性の証拠として十分だったが、世間一般を納得させたわけではない。トムソンは700以上の特許を取得した。 トムソンの特許はトムソン・ヒューストン社で使い、後にゼネラルエレクトリックが使った。ありがとうございます。